ビリー・ボブ・ソーントーンは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家、ミュージシャン、アーカンソー州出身、高校教師の父親とサイキックの母親との間に、アーカンソー州に生まれる。野球がうまく、カンザスシティロイヤルズへ入団しようとしたこともあったが、怪我のため夢は叶わなかった。その後、地元のヘンダーソン州立大学へ進学して、心理学を専攻するが、 わずかに楽器で中退。1980年代に入ると芸能界を目指して友人のトム・エッパーソンと共にロサンゼルスに移り住む。俳優としてデビューする前はドラマーまたシンガーとしてバンド活動をしていたが俳優になるためにロサンゼルスで演技を学び始めた。ロサンゼルスでの下積み時代はかなり過酷なものだったらしく。 金結のためにジャガイモオンリーの食事を続けたせいで心臓発作を起こしたこともある。しかし電話勧誘販売や風力発電会社の作業員、ファーストフード店員としてバイトしながらオーディションを重ねた。ファーストフード店員をしていた頃に客として映画監督のビリー・ワイルダーが来店し、ワイルダーから脚本をかけとアドバイスされて執筆したものが後のスリングブレードで 見事アカデミー賞を獲得した。1980年代から小さな役で映画に出演し始める。1992年、トム・エッパーソンと共に、脚本も書いた、運命の引き金で主演も務め、注目されるようになる。1996年、監督、脚本、主演を務めたインデペンデント映画、スリング・ブレードが、ヒット、アカデミー脚色賞を受賞した。また、 シンプルプランでは、第71回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされた。1978年から1980年まで、メディッサリー・ガトリンと結婚し娘を一人も受けている。1986年に、女優のトニー・ローレンスと結婚したが、1988年に離婚。1990年から1992年まで、女優のシンディ・ウィリアムズと結婚。 1993年には、プレーボーイモデルのプアトラードーンチェニックと結婚し、息子を二人儲けるが1997年に離婚。1997年から1999年までは、女優のローラダーンと交際し、婚約までするが後に解消。1999年のクルッチャイナイゼで共演したアンジェリーナ・ジョリーとは2000年に結婚。2002年に、 カンボジアから養子を迎えることを公表したが、後にアンジェリーナ・ジョリーのみ親権を持つ形であることが明らかになった。2003年に離婚。また、映画のプロモーションでの公式な来日はないが、2001年、当時に妻であったアンジェリーナ・ジョリーの主演作、トゥームレーダーのプロモーションに夫婦で来日。その際には、東京国際フォーラムで開催されたジャパンプレミアにも出席して、 熱々ぶりを見せた。だが、記者会見翌日に、アメリカ同時多発テロ事件が起きたことで、二人の滞在は予定よりも伸びた。2003年以降は特殊、メイクアップアーティストのコーニー・アンランドと交際し、娘を一人設けている。長い交際期間を経て、2014年10月22日に、ロサンゼルスの自宅でプライベートな結婚式を挙げた。 ことを代理人が2015年2月21日に発表した。俳優として活躍する傍ら、ミュージシャンとしての活動も有名で、ザボックスマスターズというバンドを率いている。2009年、自身が所属するバンドのプロモーションでカナダを訪れた際に、地元 CBC ラジオの音楽番組に出演。番組の冒頭で DJ がソーントンを紹介する際に、ミュージシャンとしてではなく、 アカデミー賞受賞客本家で映画俳優のと紹介したことがソーントンをムッとさせ、それから最後まで番組中ではあからさまに不適された態度をとった。さらにはソーントンが発したカナダ国民への避難の言葉でカナダ国民の反感を買い、予定されていた2つのライブ公演がキャンセルになる事態にまでなる。そのことは米国内において突如俳優引退宣言を発した ホワキンフェニックスの気候と肩を並べる行為として紹介された。その際の映像が YouTube で公開されると150万回を超すアクセス数にまで達した。自分の意見を主張することは大事なことではあるが、Twitter や Facebook といったソーシャルメディアは人間を底抜けのバカにしていると述べている。ありがとうございます。